Yo, what is up, YouTube? All right, man. So we back with another Yakuza Like a Dragon video, and yeah, we are on chapter 10 now. Man, 57 hours into this hoe, bro. But it seems like we're getting a bit close to the end now, man. Chapter 10. I don't know how many more chapters are left. I'm assuming like at least three more. But yeah, man, let's get on with it, man. Chapter 10. Here we go. I mean, we did complete, like, how many sub-stores already? We're pretty much almost... Actually, we still have, like, 20 more, huh? I think I've done at least 30 of them. Justice tempered by mercy. Alright, let's see what's up, though, man. Yo, Sat-chan. What's up? 本当に無事か確認したいって。そりゃそうだろうな。でもマジでよかったよ。正直俺はもうダメだって思ってたよ。まあたまにはいいニュースもあるもんだ。ねえ、でもなんちゃんとここでお別れかな。あいつはもともと弟を探してこの町に来てたんだ。だからもう俺らとつるむ理由がねえ。そっか。とりあえず今はあいつを吐かせることだ。Okay, man, we have our hostage. そんじゃ始めるとするか。ほどいてやってくれ。大声を上げんなよ。変な真似したら容赦なくぶん殴る。逃げようとしてもぶん殴る。聞かれたことに答えなかった時もぶん殴る。小笠原、あんたは大見連合とどう繋がったんだ。どうして大海の連中を自在に操ることができるんだ。He ain't answering. 答えねえとどうなるか。さっき言ったよな。殴るなんてそんなことなさらずに。は？な生ぬるいこと言ってたろこいつは。今頃大海連合はあなたのことを探しているかもしれませんね。ですが。それにはまだ時間がかかるでしょう。あなたの爪を全部剥がすくらいの時間はあるはずです、ね。Fingernails。忘れるな。お前らのおかげで我が家は焼け落ちた。爪をすべて剥がされてもそれで終わると思うなよ。わかったか。じゃあ、大海連合との関係、話してもらおうか。なんでお前が大海の手綱を握ってるのか、それからだ。大海の手綱を握っているのは、私じゃない。でしょうね。じゃあ、やっぱり都知事が？ああ。青木亮。そうだ。知ってるだろう。都知事は青木亮って名前を使うようになる前、もう一つ別の名前を持ってなかったか。隠すなよ。全部お見通しだ。いや、え？荒川正人。なんでその名前を。俺は昔あの人を若と呼んでた。そして若に俺は一と呼ばれてた。まだ登場会だった頃の荒川組でな。やっぱり青木龍は
荒川雅人だったんだ。私があの人に会ったのはもう20年近く前。留学先のアメリカだった。政治と経済を専攻していて、頭の切れる学生って印象だった。名前はその時から青木亮。ああ、もう一つの名はもっと後で知った。車椅子使ってなかった。ただ前はそうだったと聞いてた。昔はそんなに体の具合が悪かったのか。渡米した後治療を受けたんだろう。アメリカでなら未認可の手術だろうが、金さえあれば何だってできるからな。なんでそう思う？アメリカで何不自由なく豪勢な生活をしてたからさ。金持ちってのは一目で分かった。まあそれを見て俺も付き合って損はない相手と思ってたよ。そして卒業して日本に戻った時、俺は改めて知った。あの人が金持ちだと思ってはいたが、そのレベルは想像以上だったということ。そして金を持ってるだけじゃなく、裏社会とも太いパイプを持ってるってことをな。うなるほど金があり、裏の力さえ動かせる。羨ましいほどの環境だ。でもあの人は何一つ満たされちゃいなかった。あの人は全く別のものを求めていた。全く別のもの？表の力だ。表のフロントパワー力。世の中には金にもヤクザにも従わない人間がいる。その相手を屈服させるものは表の力こそその答えだと言っていた。表の力とはつまり人気だ。は？人気？幼稚な発想だと思ったが、何も分かっちゃいないな。じゃあ教えてくれ。文字通りの意味さ。日本の民主主義で人気者に勝てるのはそれを超える人気のある人間だけ。他の者が文句を言ってもやっかみにしか聞こえない。なるほどね。人気は金や裏の力じゃ手に入らない。だがそれを手に入れない限り、絶対的な権力も手に入らない。そしてあの人はあるポジションに狙いを定めた。それが東京都知事。そうだ、東京都知事こそこの国で最も人気を効率よく権力に変えられる存在だ。あ？なんでだよ。だったら総理大臣とかの方が偉くねえか。総理は民事党の政治家たちが内々で決める役職に過ぎない。今で言えば民事党の連中が慣れ合いで決めてるだけだ。でも都知事は1000万の都民から直接選挙で選ばれて初めてなれる役職だ。つまり得票数がそのまま権力の大きさを表すわけさ。でも金は国家予算とか総理大臣の方が動かす金は。バカめ。都の予算規模は14兆円。アジアやヨーロッパの一国に並ぶんだ。リアルな人気に支持されつつ法外な金が扱える。これ以上の権力がどこにある？だから青木亮は私と出会った当時からすでに都知事の座を見据えてた。そして私はその遠大な計画のパートナーとして選ばれたんだ。ブリーチジャパンの設立もその通過点に過ぎない。パートナーね。しもべの間違いだろ。大変じゃねえか。若は人使いが荒いからな。All right. K.
Okay, so they gave us the option to do some other shit before we actually talk to him, but we can't use a taxi right now, so I'm assuming we just gotta talk to him first. This could make it for a good pick. What's up, y'all? Boom. Let me smile real quick. Dude, I need one more fucking cat though, bro. Where the fuck is that last cat? Okay, we can't actually leave then. Alright, let's go ahead and interrogate him now. ブリーチジャパンを作ったのは若の考えかい？それともあんたの？あの人だ。世の中のグレーゾーンをなくそうってお題目も。ああ。その話を聞いたときは私も青臭い上にありきたりなスローガンだと思った。へえ。なのについてったのはなんで？ただあの人は。荒川組の力と金で最初からある程度の人員を組織できたからな。そこが他の人間にはない強みだった。政治はスローガンじゃない。結果が全てだ。結果が出せる可能性がある以上ついていって損はないと思えたからさ。やっぱ若はあんたみてえなのを操るのがめちゃくちゃうまいな。頭が良くて金と力に弱い人間ってのもよ。ちゃちゃ入れて悪かったよ。それからブリーチジャパンも結成当初はちょっとした若者の集まりとしか世間に認識されていなかった。もっぱら活動も腐敗の根絶、平等で公平な社会、そういうことをひたすらあちこちで叫び続け、金と時間を使っていた。そんだけ？そりゃ金と時間の無駄遣いってもんだ。俺も最初はそう思った。でもあの人にはその先が見えていた。よく分かっていたんだ、今の時代ってやつをな。今の時代ってやつ？腐敗を断ち平等な社会の実現、確かに聞こえのいい言葉だ。でもそんな青臭い言葉でも懸命に叫ぶ人間を誰も批判したりはしない。むしろ世間は褒めてくれる。叫ぶ人間が何者であってもだ。学もなく努力してさえもない、そんな若者でも世直しを叫ぶだけで人々に褒められる。叫ぶ本人も何かを成した気になれる。でもそりゃファッションでやってるだけの連中だろ。そこなんだよ、私たちが集めたかったのはそういった輩だった。今の時代そういう人間は吐いて捨てるほどいる。そして予感は的中。そんな連中が私たちの元に集い始め、組織はどんどん大きくなっていった。さらに効率よく集めるため、組織の中に桜の女性も大量に用意したよ。彼女らは熱心な信者をさらに増やし続けてくれた。クメなんかもそれで釣られた口だったな。その後多少の時間はかかったが、ブリーチジャパンは全国へ広がっていった。すると思わぬボーナスもあった。ボーナス？グレーゾーンってやつを追求すると大抵地元の腐った権力者たちが関わっているものでね。そういった政治家や役人は脇が甘い人間が多い。そして同時に金と裏社会の権力にはめっぽう弱い。腐ってる連中はそういうもんだろうな。だからそういう連中に取り入って弱みを調べ上げるのは簡単だった。でも簡単な割に
明るみに出れば一瞬で破滅するような裏の情報がたくさん手に入った。それがボーナスか。そうだ、その情報で我々はいつでも彼らを好きに操れる。ま、どっちもどっちだな。今ブリーチジャパンのメンバーは何人いるの？全国の支部を合わせれば常駐する人間が500。500か。うん。ただしデモに参加するだけのものなら10万はいる。10万？ What the fuck？ そのトップにいる人間を君らは今監禁しているんだ。ハッ、肝に銘じとくよ。私からも一つ聞いていいか、春日さん。ん？あんたはここで何をしてるんだ？元荒川組なんだろ？なんなら私から知事に頼んでもいい。組に戻りたければそうできるようにしてやる。よく考えてみろ。偉人さんの肩を持ってこの先どうなる？そんな面倒なこと忘れちまったらどうだ？確かに面倒なことになっちまってるな。そうだろう。だったら今すぐ私を解放しろ。それが最もお互いに良策だ。勘違いすんじゃねえ。俺は組に戻りたいわけでも、偉人さんに味方してるわけでもねえ。あ？うちの店長を殺したやつを追っかけてただけだ。そもそもマブチやあんたらの計画なんて俺は全く知りゃしなかったんだ。I know, right? We took that one job in the beginning. できた理由ってのは、鼻から損得感情じゃねえ。強いて言や、売られた喧嘩を買ったことがきっかけだ。そして、先に喧嘩売ってきたな。そっちなんだぜ、小笠原。簡単にはいかなかったな。次からはもっと慎重に言葉を選ぶんだな。Psycho looks ready to fuck some shit up, bro. I couldn't even read that. Oh my god, so Bleach Japan. He said something about Bleach Japan. So we gotta keep talking to this fool. What the fuck?Yeah, damn, we ain't done yet. Wait, how many substores did I finish anyway? Damn, okay. I thought I finished like 20 something, but it turns out 39. Holy shit. Suzuki, we are Roga. Ogasawara-san, you.ブリーチジャパンを広げて、その後あんたと若は組織の全国展開を見届けると、あの人は次のステップに移った。メディアへの積極的な露出の働きかけだ。そしてそれも狙いは的中。精力的に活動するブリーチジャパンの設立者としていろんな取材が殺到した。テレビコメンテーターにもなり、世間の評判は上々だった。笑顔の時のあの人は爽やかで、カメラ映りがとてもいいからな。若の笑顔が爽やかって、テレビ映りってそんなに大事なもんかね。大事なんてもんじゃない。発する言葉も大事だが、誰が言っているのか、その顔つきはどうなのか、それが全てと言ってもいい。で、それからいよいよ。ああ、そして2010年、参院選で初出馬した。その時政治にかける決意を表明し、ブリーチジャパンを脱退。表向きの話ではあるがね。だろうな。だって今もあんたはあの人の言いなりだもんな。
続き話してくれよ。My man smiled though, bro. 推薦を受けて初当選、楽勝だった。そして2年前には都知事選へ立候補した。その時も楽勝だったんだろう。楽勝か。違うのか。知名度、好感度、ともにあの人は飛び抜けていたし、資金に困ることもなかった。さらに荒川組が対立候補たちの弱みを探り出してくれていた。どう転んでも負けがないようにあらゆる手が打たれていた選挙だった。楽勝どころかパーフェクト、完全勝利だった。その勢いのまま知事就任からわずか半年後に例のカムロ町産経作戦で東上会を駆逐し、世間はその手腕を絶賛した。まあそれも荒川組から知事に東上会の内情が筒抜けだったおかげでできたことだけど、その時の様子がこれだな。ああ、この極道を一掃した戦果が青木知事の人気を不動のものにしたんだ。極道を一掃って、結局すぐ近江連合の連中に取って代わっただけだぜ。確かに東上会の消えた神室町にはすぐに荒川真澄が近江の極道を引き込んだ。そしてその見返りが若頭代行の地位だったんだろう。でもそのことに世間は文句を言わなかった。近江は派手な戦争をして神室町に進出したわけじゃない。東上会が一掃されて、そこからしばらくして穏便にことを進めていたからな。でも誰か気づくだろう。東上会がいなくなったとしても、チンピラくらいどの町にもいるもんだ。それが近江なのか誰なのか、世間は興味なんて持たないよ。そこも計算づくか。まあな。そして結果は荒川親子は手を取り合って成り上がった。親父は若頭代行に、そして知事も日本最大の組織近江連合という後ろ盾を得た。でもよ、ちょっと待てや。世間はどうであれ、警察はさすがに気づくだろう。その時警視庁は何も言わなかったのか、近江連合の東京進出に。ああ、警視庁はそれを黙認せざるを得なかった。そういう事情があってね。事情？東上会が消えてた瞬間からすぐに大門を持たないギャングがいくつも現れるようになった。彼らは少人数で思い思いの犯罪を起こすだけの連中だよ。秩序も横のつながりもなく、警察にしてみれば情報を手に入れづらい。カムロ町の検挙率は目に見えて下がり始めた。しかし近江連合が町の裏社会を牛耳ったなら、何かあっても知事や荒川組を通して話し合いができる。警視庁が手っ取り早く荒れかけた治安を取り戻すのに近江は有用だった。皮肉なもんだよ。ヤクザを消した後に必要なのがヤクザだったとはね。なるほど。おまけに警視総監は荒川組から賄賂を受け取ってる。そうだろう。つまりそのズブズブの関係を取り持ってやった張本人が都知事だったわけだろう。カムロ町も警察、知事、ヤクザががっちり三組となりゃ、偉人さんのことを笑っちゃいらんねえな。あんたは何だ、何が言いたい。警視総監の堀之内は近江に町を牛耳らせて賄賂まで取ってるはずだ。そんなことまでは知らない。とぼけるな。東上会が消えた後、カムロ町に近江連合が来て、それをよしと警察が認めたってことは、そのトップだってそれを認めたってことだ。ただでそれを認めるか。堀之内はそんな人間じゃねえ。絶対にメリットがあったはずだ。何を証拠にそんなこと。だからその証拠を聞いてるんだ。 Damn, he getting impressed, bro. 何かその証拠はねえの。 Detective Adachi added, bro. Bro, he on his head. 私が知るわけない。私は知事に
しもべでしかないんだから。この野郎。足立さん、落ち着けよ。Hey, I thought she was getting somewhere though. Casca really just calmed down a whole ass detective. All right, or former detective. の若が今偉人町にまで手を伸ばしてきてんだ。それも若の意志なんだ。Yes, he wants to even be more powerful, don't he? Oh, Yukata. Yukata. 都知事で圧勝し、メディア活動も高く評価されて以来、青木亮の影響力は内閣でさえ無視できないところまで来ていた。しかし、民事党の重鎮、幹事長の荻窪豊だけは動じなかった。さすがの貫禄だね。でも狙うにも、あんたらには手ごわすぎる相手じゃねえの？ああ、普通に考えたら手も足も出ない相手だ。でも、知事はすぐ。Shit's fucking crazy, man. It's a lot of like, a lot of details in this bitch, bro. 力を飼いならしているということに。証拠でも掴んだろ。いや、でもあの人には確信があった。なぜなら知事も同じやり方でのし上がってきた人間だ。同じ匂いを持つ人間に出会えば瞬時に見抜くものさ。荻窪を潰せばその後釜に座れるのは自分だけ。他に邪魔する者はいない。はあ。でもそう簡単に行くか。知事の行動は十分に賞賛があってのこと。だからこそわざわざ偉人町に目を向け始めたんだ。偉人町には荻窪と裏社会のつながりを暴くネタが必ずあると睨んだんだよ。なぜなら同じ穴のムジナだから。てか品のない言い方だがそういうことだ。でその計画の実行のために偉人町のブリーチジャパンにあんたが送り込まれただな。そしてまずはハンピン・リューマンのマブチを取り込んだ。ひょっとして自分らには近江の後ろ盾があって、協力すれば近江でいい肩書きを約束してやるなんてマブチにちらつかせたりしたのかな。マブチは以前から偉人帳を3つに分け合うことに不満を持っていた。その上マブチはハンピン・リューマンのナンバー2、不満分子で影響力も大きいのに。いい人間に目をつけたもんだね。そのマブチにあんたはうちの店長を殺させた。自殺に見せかけて。あの殺しが偉人さん同士を疑心暗鬼にさせる火種になった。I like how we took that seriously, that guy was really our boss. Like, we've barely been working for him, and but he's our boss anyway, you know. But I like how it just like.I just like how it set off from that, though. ある日、知事にマブチの計画を報告した。リスクの大きい話だけに。私はあらかじめ別の計画も考えておいた。でも知事の判断はマブチの計画で何も問題ないだった。荻窪を出し抜くには大きなリスクもやむなしと。ただしその分リターンは大きいはずだと。シーシ、人を殺すのに何も問題ないかよ。わか。そうやって肉の壁に入った亀裂を誰かさんが広げていった。俺のせいだと。気を悪くするな。お前でなくとも亀裂を見た誰かがいずれは動き、混乱は起きていた。そしてマブチはその様子にあれこれ難癖つけて、結果的には清流会を必ず抗争に引き込む気だ。Yeah, we even if we started, we basically saved y'all asses. 荻窪と裏社会がつながる。
We saved the Ijin 3. Ijin san wo nanju nen mo sasaete kita toyu nise satsu jigyou ga arawareta. Yosou wa tekichuu shita. Yosou wa tekichuu? Kakko tsukete n janee. Kekka deki ni mitsuketa dake daro. Sou da. Sono joufou wo mochikonde kureta no wa Nanba no otomodachi datta. Nanba san no okage de偽札のこともその心臓部の位置も我々は掴むことができた。今日大見連合を大動員できたのもその情報があってこそだった。ぜひお礼が言いたい。彼は今どこかな。調子に乗るな。余計な口は聞かなくていい。はいはい。ソイ、この後はどうなる。偽札事業を潰された以上、もはや荻窪豊に特別な力はない。その時点で青木亮の目的は達成されたはずだ。今後偉人町がどうなるかは奴の出方次第。コミジュルの女王ともあろうものがのんきな。何？この町もカムロ町と同じ運命さ。なんだと。Okay, so we basically still lost because of the fake money thing. We had the burned evidence. But at least we saved Namba. That's our W. Well, here we go, man. Yakuza da. Kochi ni mukatte kitaru. Kochi no basho ga bareta no ka?奴らの数は見かけたら5人くらいだけどよ。いろいろ連絡取り合ってるようだったぜ。応援呼んでんのかも。その情報もう少し早く欲しかったですね。Here we go。 あいつわしゃどうも踊れるのが鼻が利くらしい。Damn. 村長。悪いな。お前らを隠しきれなくて。そんな、謝んのはこっちです。私はここだ。早く助けてくれ。小笠原さん。この手なら。沢城の頭に伝えてもらいます。わかった、わかったから早く。沢城の頭。よっしゃ、張り切っていくぜ。皆殺しにしたりゃ。 Let's do it, man. Square up, finally. Finally got to the action again. どうしようかな。ぶっ飛ばしてやる。ザヤッツミン、来てみな。待って、God damn.Thank you.
Yep, better run away. ざまみろ。してやったりだぜ。いいえ、あいにくですが、してやられました。They took bro, man. Fuck. どういうこと？小笠原を連中に奪われてしまいました。Why didn't you help us, you motherfucker? どうやら痛み分けだね。いいさ。やつに聞きたいことはあらかた聞けたい。本当にすみませんでした、村長。俺らは住むなと言われてるところに勝手に住んでるんだ。何されたって文句言えたぎりじゃない。でも、はい。今度人をさらうときは、俺の目の届かないところでやってくれ。わかりました。え、そんなの。もう二度としませんよ。多分。カスカ、星野から電話だ。清流会の。会長から？この番号にかけてきたのは初めてだ。The chairman。またトラブルの予感がするな。そうか。いや。コミジュルのシステムはほとんど燃やしたんだな。ああ、だから私も同じ。異人町で今何が起きているのか知りようがない。そういや、清流会も下の連中が荒れてたんだったよな。そうだ、戸塚はそんな風に言ってた。復旧の見込み？システムがどの程度焼け残っているかによる。戻ってみなければわからないな。でもどの道今すぐには無理だね。ああ、わかった。会長、何だって？清流会は何とか下の反発を抑え込んだらしい。若頭の高部を収めた。そうか、あの頭無事だったんだな。うん、電話ってそれだけか？いや、ハンピン・リューマンで問題が発生してる。ずっと蝶と連絡がつかないそうだ。え？蝶と連絡が？生きてるか死んでるかもわからない。それでコミジュルの監視システムが使えないかってことだったんだが。でも、焼けちまって動かせないだろう。その通りだ。Damn。蝶は、Agent 3 down bad。コミジュルを手助けしてくれって電話をよこした。その時あいつ、ハンピン・リューマンもクーデターが起きてるって言ってたんだ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。マブジの奴が偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たくあー悪い、もうのんびり話せなくなってきた。やるしかねえな。だろ、孫子さんよ。やるしかって何よ。だ蝶はよ、自分が危ねえって時にコミジュルの方を心配してやがったんだ。ハンピン・リューマンじゃなくコミジュルに加勢してくれって言ってたんだぜ。その男がピンチなんだ。あんたら黙ってていいのかよ。確かに、偉人さんがオウミに乗っ取られたくねえって言うなら、ああいう男は失っちゃいけねえ。俺はそう思うぜ。カズガ、お前本気でこれから蝶のとこに行くつもりか？もちろん本気でしょ。For real though? いいかお前ら、クーデター真っ最中の組織のトップを助けようなんて正気じゃねえぞ。分かってんのか？正気じゃねえか。かもな。足立さんは反対か？誰が反対なんて言った。俺ももうちょいで堀之内を追い込めるとこまで来てんだ。
そうよ。私たちみんな、スタートはどうであれ、自分らが求めてた真実にどんどん近づいてる。そうだよ。だよな。でも、それもこれも、みんな関わってきてくれた仲間のおかげだ。孫子さんよ、俺はあんたたちも、今は仲間だって思ってるぜ。カスガ。で、できればさ、ぜひ、コミジュルさんにも一緒に本気になってもらいてんだが、どうかな。わかった。そう来なくちゃ。助けが欲しいかくらい、蝶に聞きに行ってやろうぜ。で、おせっかいだって言われりゃ、ほっときゃいい。いいよ、一番。もうそんな奴らほっとけよ。ナンバーズバック。今、弟に会いに行ってたんだ。孫飛が言ってた通り、生きてたよ。さっき解放もされた。そっか。よかった。本当によかったじゃねえか。ああ。なんだよ。もっと喜ばねえのかよ。それより、お前に言いたいことがある。なんだよ。改まって。一番。偉人帳は、もうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え？だいたい、偉人さんがどうなろうと、お前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町、早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上、面倒にわざわざ首突っ込む必要があんだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから、俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。お前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろ。ああ、そうだよ。そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でも、それはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、身も心も腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな。Damn. 俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバー、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。そんなの嫌だろ。なあ一番、まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ。これ以上他人の面倒に巻き込まれることはねえって。巻き込まれるのは俺だけじゃねえ。この町の連中もだ。え？もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうな。俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上、Damn. 他人事みたいな顔はできねえんだよ。そうかよ。まさかそこまでとはな。お人よしってか？お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ。ありがてえと思ってるぜ。同じ仲間としてよ。やめてくれ。俺は仲間なんかじゃねえよ。いや、俺は気づいたんだ。俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが？ナンバも俺も足立さんもサッちゃんもみんな本当のことを知りたくて on some personal for shit。 素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい。 on some personal for shit right now。 何なんだなって思うんだだろ。もういいよそういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか。でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。せいぜい達者でやってくれ。Damn. Amber wants nothing. 止め
I mean, he's been through a lot, so. あいつの気持ちもわからんじゃねえ。He will come back. わかってる。ソンヒ、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ。今コミジルでは皆不安にしています。ソンヒにはぜひ皆の元にいていただきたいと存じます。うん、何とぞご理解いただきたく。ね。まあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。そうはいかん。カスガよ。悪いが私はコミジルを見に戻る。だが、その代わりに、半巡業を残していく。いつでもお前たちと連絡がつくように。マジで？そりゃありがてえ。何なりと、お申し付けください。Oh shit, we got the Korean dude. Let's go, bro. We got a Korean dude on the squad, bro. カスガたちをよく知ってくれたおかげで、我々は荻窪に義理を果たせた。Dude, Namba really wanted nothing, dude. Namba really gave up, man. He got his brother and said, yeah, I'm fucking out of here. I'm out of this bitch, bro. Kasuga-san, from what the Gyomajo can tell, Zhao was the last seen at his restaurant. I mean, King Jin? Hopefully he's still alive. Okay, we got Bro on the squad now.Jungi Han's extensive training and cover operations have given him a tactical edge over Charm, Brainwash, and Rage. Cool. Level 28, motherfucker. Alright. Hold on, what time is it? 608. Okay, we got sub stories laying around here.The ones that we took but never couldn't complete because it was during the daytime, I think. Alright, we're gonna test Jungi Han in the battle though, bro. Almost have the same jobs, huh? Oh, so character skills are the permanent ones, huh? So she keeps magical voice.I feel like I should be raising everything. So at this point, I should probably change her job. Because I got two of her character skills already. And she's about to get her next one. I'll keep hers. Power lift. Can he change? Damn, he can change his jobs too.Okay, so we gotta raise his bond too. Alright, so he's actually kind of like a permanent character. That's sick. Damn, we have a big squad now, man. I mean, if you include Namba, that's six people. Interesting. I don't like how we get them really late in the game, though. That's my little issue about it, but it's all good, I guess.Alright, so who should we sub out for Jungi Han? Just thinking Airy for now. Yeah, I guess we'll do Airy for now. We'll change her job real quick.
So I wanna. Does Jungian have? Okay, so he's pretty fucking weak. Tough. Ooh, passion bandana. No one uses magic here though. But we'll probably give it to Kasuga. Then give her the felt hat. Our gun skills magic? I don't even fucking know, bro. That's a confusing thing about this. Like, there's a lot of different types, so I don't really know what the fuck they do and shit. Or I don't know what kind of like hits, like what attribute it pertains to, you know, like. I'm guessing it's from attack, but magic. Yeah, I don't get what magic would be. I mean, I guess it depends on the symbol. Like, this is magic for sure. Okay, I guess it just depends on that staff symbol. If it's a staff symbol, you can pretty safely assume it's magic. So raise the agility. Job XP. He kind of needs to catch up, so put it on him. Let's go to hella work. Change Ares' job. She did get both of her skills, right? Yeah, she has two of her skills. Yeah, we might as well change her at this point. I need to get this guy a new weapon, though. Oh, there's a thing up there. Let me get that suitcase real quick. Test battle? Yeah, we'll do a test battle right here.
sets out the gunshots. Bam. He weak, bro. Fuck. We definitely need to get him a weapon. Badass. Is that my comp? Wait, what? What's my confidence at? Level 9. Fuck. Let's change Aerie's job. Just go ahead and check it. でしょうか。こちらになります。じっくりご確認ください。でしょうか。こちらになります。いかがでしょうか。こちらになります。いかがでしょうか。Damn, which one? いかがでしょうか。じっくりご確認ください。いかがでしょうか。I'm kind of gonna go all around. So once I get hit level 4.Yeah, we'll do Idol for her. Oh, Kairu Sayama. That's the girl from Yakuza 2, I'm guessing. That's dope. We'll make her Idol too. And then once these guys... Once they reach 16, I'm gonna switch their jobs. He needs 18.I could switch this guy's job out right now if I wanted to. We're gonna keep it on that for now, though. Yeah, so once we get to 16, I'm gonna switch him out so I get the character skill. Damn, this guy hasn't gotten his first one yet. That's interesting. Alright.Yeah, I need to get dude a weapon though.
Definitely need to get dude a weapon. We got enough. Barely. So this has electric. I think I should make this one for now. I just need to get a decent weapon. That's still good, 90. And I have hella mats for it. Might as well. And it's lightning. Like how's lightning. Boom. Okay, now I just want to compare stats. Okay, it's higher at least though. I'll take 170. Definitely take that. Let's go ahead and do these part-time hero. Look, I never said anything about you. Come on, part-time hero, where are you? That must be my client. I took a quick glance at some stranger, and now he's practically threatening to kill me. I told him it was a misunderstanding, but all he does is shout over me. I'm over by survivor. Fitting name for a bar, because I really hope I make it out alive. I guess that's my cue to answer. Hey, buddy, lay off my client, will you? What? You gonna treat me like a shit stain and a scumbag, too? I'll show you what happens when you push me too far. Okay, we got stun gun moves. Holy shit, that's a one shotter. Damn, level 32? What the fuck? That's lit. That's lit, man. Lightning element on his attacks. Man, you really saved my hide. Can't believe he snapped just because I might have looked at him wrong. Must be really hurt inside. Next time in danger, I'm going straight to you. You're welcome. Mimmu kanryou! Okay, what's our other one? Damn, we're about to level it up. Chinatown Park. Which one's closer? Yeah.
You Unleashed. Is that for a job? Oh, charisma. Let's take it. Let's take it, man. I love that. Level 8, finally. Alright. Let's go inside of these guys. Let's submit the right paperweight to the right office and everything. Why is this happening? Where's my part-time hero? Gonna see my client. I was doing some location scouting, and next thing I know, I'm being pulled aside by some thugs. This is my first assignment to get approved, so I can't afford to screw things up. I'm at the park in Chinatown and would greatly appreciate some help. Sorry for the wait. I'm from part-time hero. Listen, you can't just butt into other people's work. What's that? You're the one butting into our people's work, so don't give us any lip, dipshit. Alright. Oh my gosh, look at that fucking, that chair just flew to like, to a whole different dimension. What the fuck was that? Job rank 3 already. Thought my special feature on Chinatown was about to go down the drain. Thank you so much. You're welcome. Let's get it. Okay, how close are we, dude? We are fucking 146, so all we really need to do is do this one. We can get a Mimi easily from here, so. Alright, I'm gonna do that next episode, though. Alright. Is this where we get the Mimi? I'm pretty sure. It's the monkey thing, right? Yeah, why is there so many people here right now? Feels like there's a lot of people here. Oh, never mind. Not that many, but... Have I been to this one? I swear I've been to this one, but it looks different for some reason. Oh? I did. I don't think I played this bike... Oh, yeah, I did play this bike game. Homegirl is, like, just snooping around right there. Ooh, these posters are cool pics right here. House of the Dead. Same one. Smile, bro. Okay, he actually does a pose. Yeah, that's his pose. I thought he was gonna do the fucking peace sign. That's what the Mimi is, right? I'm pretty sure that's what Mimi is. Yeah, Mimi and a baby. Are they even here? Is the baby here? Oh, I didn't even ask the baby. Alright, we'll do the next episode, though. Alright, y'all. I'm gonna end the video here. Game is so fun. Alright, so if you guys make sense, leave a like, enjoy, share the video, subscribe if you're new, comment down below, and yeah, man, peace out.